さあ、ティータイム始めましょう。皆様、ごきげんよう。私、マリー・アントワネット。今日は SNS を使う上で大事な点を説明させていただきますわ。例えば、今、彼らの撮った写真。何の変哲もない写真に見えるけれど、実はこれだけの情報が詰まっているのよ。写真は情報の塊。気軽に扱ってはならないものなの。できる限り個人情報が流出しないよう気を引き締めることが必要なのよ。注意するのは写真だけではないわ。発言の内容次第ではトラブルに巻き込まれることもあるの。特に自分に非がなく何もしていなくても誤解や悪意のある人の手で巻き込まれることもあるわ。 SNS で発言するときは誤解を生んだり過激であったりしていないか考えてからにしましょうね。大切なのは相手を刺激しないこと。変に関わらず、あえてスルーする強さを持ちましょうね。さあ、ちゃんと理解できたかしら。今までのことに気をつけて、優雅な SNS 生活を送りましょうね。それでは皆様、ごきげんよう。